力サッカーアカデミーは毎朝配達しております。プロサッカーデータバーの佐藤先生と井上真、私受講生でお送りしています。ということで、もうご紹介してしまいましたので、この方は何とおっしゃいますでしょうか。ガラ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 、佐藤です。待ってたんですね、はい、開ける前からいらっしゃったと。そうなんです、ね、ドアの前で待っておりました。お願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日もですね、コーヒーの方お願いします。ということで、今日は、こんな日本代表戦直前ながら J2J3 プレビュー、イエーイ。我々らしいですよね、これは。そうですよ、ね、そこ注目してる方もたくさんいらっしゃいました。代表戦は、うん、はい、ライブでやったので、でかいな声今日。J2J3 いきますよ、はい、我々も注目しておりますしね、楽しみにしております。あ、ちゃんと代表戦に関しては、はい、あのレビューやりますので、すみません ね、 ね、皆さんね、お願いいたしますね、はい、我々は J2J3 だということで、うん、J2 は4節5節ですね、そして J3 は2節になります。3節です。あ、疲れとるもんね、疲れとるもんね。早いんですね、単純に早いんですよ。早い、ね、だってこの間我々その戦力戦術分析シリーズやってたわけですよ、はいはい、って今一息ついてたら、うん、もう5節と3節ですよ、たまんないですね。おかしいな話ですよ、ね、もう桜咲いちゃいますよ先生 ね、 ね、毎日言ってますけども、ね、はい、花見も行きましょうか。そうですね、花見もやりましょう。それは、はい、うん、合宿とかは嫌ですけど花見はいいです。はい、はい、というわけで行ってみましょう。まずは、こちらをご覧ください。ドン、3月23日24日に行われます J2、はい、第5節でございま す、 います。このようなカードになってますね、先生様。先生様、はい、ね、まずは、じゃあ大宮水戸戦からちょっと伺いましょうか。いやー、うん、来ましたね、いいカードですね、来ましたよ、ね、うん、ここはもう注目選手もうあいつを言うしかないですよね。水戸の黒川選手、黒川選手、まあ、大宮から来てますからね、うん、はあ、そうか、まあ、ごめんなさい、出れなかったらすいませんって話ですけど、ああ、そういうね、あの、来てやったらすいませんって話ですけど、うんうん、まあやっぱり所属元ですからね、うん、それはぶちのめしたいところはあるでしょうと。やっぱそういうもんなんですか。やっぱそうでしょう、うん、胸借りさせていただきますみたいな感じ、行きたいところありますからね、うんうん、やっぱいいとこ見せてちょっと戻りたい気もあるわけですか。そうですね、でももう J2 同士だから戻るも何もないね。まあね、うん、ただね、うん、大宮のキーパー笠原選手、はい、水戸から来た選手だったりするんですね。なるほど。で、水戸のキーパー松井選手、うん、大宮から行ったりしてるんですね。うわ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 、チャー選手大変だ、これ間違っちゃうかもしれないね。お互いあれ、あ、違うみたいな、審判に言われた、あ、そうそうそう、逆みたいな乗りツッコミしようか、ね、あの、それやる選手実際にいるんですよ、うん、どういうこと。小林優って選手なんですけど、なんでよく間違える。どっちを、あの陣地を、あの陣地を、あの無意識で行っちゃって、かわいいこれっていうので一人でやってるんですよね。あ、そうです。そこら辺があのポンコツって言われる理由相性ですよね。そうですね、うん、なるほど。そんなところが見どころ。ナックファイブで14時からでございますね。そうですね、ナックファイブスタジアムは見やすいもんね。そうなんです、ね、水戸からも遠くないし、これは盛り上がるんじゃない、土曜日でしょう、ね、で大宮ここまでなかなか勝利というか勝ち点から見放されている瞬間とかもあったんですけど、そうだ、ね、確かに、そろそろ5節なので、うんうん、そろそろ本領が発揮されるのが、まあそろそろかな、うん、5から10節ぐらいで大体来ると思いますよ。なるほど、言っておきたいですね。やっぱり底力とか地力が出てくる頃だと。そういうことです ね、 先生のおっしゃるのはやっぱ6節ぐらいまで見ないと分かんない、ね、分かんないです、うん、分かりました、はい、さあ続いてはこちらでございますと、3月23日土曜日同じね14時から横浜 FC がホームに岐阜を迎えますと。うん、これ面白い対戦ですよね、あのちょっとバスケっぽい言い方になりますが、中の横浜外の岐阜になるんじゃないかなと思っていて。ほう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 、なるほどね。確かに岐阜は外からね、あの中に綺麗なセンタリングフリーで決めたあのシーンが僕はちょっと忘れられない。そうですね、多分見方としては、うん、いわゆるウィングバックとかも使うので、うん、横浜 FC が外なんじゃないのって思われる方も多いと思うんですけ ど、 どやっぱり最終的にイバーっていうね、うん、あの大物がいたりするのと、はい、3バックで守る観点があるので、うん、まあ、中を基本的に絞ってくるのが横浜の守備になるんじゃないかと思っていて、うん、あ、そういうことか、はい、うん、岐阜が、パスワークがね、まあ持ち味なところがありますから、はい、選手たち同士の、距離感を近くするということで、うん、本当は中っぽくも見えるんですが、うんうん、中をおそらく絞ってくるので、うん、まあ、3人4人連動した形でのパスワークを岐阜はやってくるんじゃないのかなと思っております、うんうん、そうなってくると、サイドバック、うん、かなり注目になります。ルーキーの2人がやってる状態にはなったりするんですが、まあね、後方からのこうロングフィードというか、うん、そんなところも注目してほしいなと思ってるのと、うんうん、それをおそらくライアン・デフリー選手が収めて風間選手なんて流れとか、うん、僕ねこの試合そろそろあるんじゃないかと思ってるのが、出ますか、そろそろサイドバックからのボールを前田良一が途中交代から入ってきて収めて
富樫選手決めるみたいな流れとかもね、間違って武将の格好で出てほしいですね。あ、間違っちゃったみたいな。それぐらいでもいいなって思いますけどね。ああ、もうだってお互いこう攻めのキャストの豊富さというんですか。はい。ね、横浜横浜で。これは松浦選手もね決めましたし、決めましたし、ね、あとそろそろね、うん、あでも今回いないのか、そっか、後期斉藤ですか、いないんだ、あ代表行っちゃってか、行っちゃっているからいないんだ、そっか、そうかそうか、それはちょっと残念だけどね、そうですね、うん、もう和吉三浦がいますから、まあ大輔松井もいますから、あー本当だ、正彦井の葉もいますから、いやたまらんすね、たまらんすね。なんで逆に言ってんのか分かんないですけど。たまに我々出ますからね、この逆読み、あ、はい、これでも見どころたくさんということですね、はいはい、関東が暑いですね、今週末は。そうですね、多いですね、うん。はい。続きましていいですか？はい。同じ時刻でございます。甲府が金沢を中銀スタジアムに迎えます。いやー、ここは暑いんですが、もう僕はね、もうとある一人にも焦点を当てたい。うん、彼ですか？彼じゃないです。彼じゃないの？彼じゃないです。甲府キャプテン、はい、小出雄太。おー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 。もう甲府の戦力戦術分析シリーズでもお伝えしてきたところでも、歌香ちゃんじゃないんですね。歌香ちゃんと思わせておきながらの小出ちゃんですよ。ほうほう。で、両チームとも今年は攻撃が持ち味なところがあるんですよ。特にエースストライカーですね、まずはピーター・ウタカがいるし、金沢も前節4得点に絡んだクルーニーがいます、クルーニーね、ただ金沢には柿田、小松、はい、若手フォワードいますよ、対する甲府にも曽根田という若手フォワードがいますよ、でそこでもバチバチやり合うとは思ってるので、やっぱりそうなってくると守備、守備見どころは守備、守備で甲府はですね、その小出選手、今年キャプテンをついに山本英臣選手から、バトンタッチで交代してってところではあって、そこに注目してほしいってことも以前動画では話したんですが、はいはい、怪我しちゃったんです、あキャプテン、そう、でだからまた戻って山本英臣選手がずっと一節からねやってきたところだったんですけど、実は前節怪我しちゃったんです、山本選手、そうですか、でそこでタイミングよく小出選手も帰ってきたんです、で山本選手は今前日8週間になっちゃったんであれなんですが、代わりとなる新キャプテン、もう頼りになる新キャプテンですよ、そこの小出選手が金沢をどう封じてくるのか楽しみですね、なるほど、見どころ分かりました、はい、はい、続きましていきましょう、15時からはですね、柏が、あ、抜かしちゃいました。ごめんなさい。新潟がですね、ホームに福岡を迎えるということでございますね。はい。うん、いや、もう新潟、福岡も楽しみでしょうがない。はいはいはい。結構力としてはもう、がっぷりいくんじゃないかなってところなので。そうですか。で、注目はね、とある2人に絞りたいなと。あ、誰でしょう。やっぱ、レオナルドと言っとかなきゃいけないでしょう。うん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 。そして、福岡は前節ね、加入してすぐ初得点決めました。ヤンドンヒョン選手、はい、ですね、両チームともやっぱり得点がかなり必須というか、脇を固めるキャラクターって結構いたりするんですよ、新潟だったら、はいはい、渡辺新選手とか、もちろんベテランの矢野貴章、田中達也と、あとはね若手組もいっぱいいるんですよ、はい、なんかそのねやっぱ矢野田中にはやっぱ気持ち乗せちゃうんですよ、やっぱ、ね、でありますよね、で福岡もやっぱり、鈴木選手だとか、もしくは松田選手、もしくは石津選手とか、はいはい、もう脇固める選手はいたもののラストフィニッシャーがいなかった、そこにセレッソからやってきたヤンドンヒョン、ヤンドンヒョン、ここがいるよ、なるほどね、歌舞伎みたいでしたね今ね、よっつってさらば青春の光みたいなありますけどね、そうですね、ノーナンみたいなありますけど、まあ、この2人にちょっと注目していいんじゃないのかなと思っております、ディフェンスだとかあと中盤のボランチのところは実はもう、データ的にもすごい機能してるっていうのはね、またちょっと細かくどっかでお伝えできたらなと思ってるんですけど、あるものの、ちょっと勝ち星からちょっとね話されていた福岡ではありますが、やっぱセンターフォワード出てきたところで話は変わってくるのかなと思うので、ヤンドンヒョンに注目していきましょう、わかりました、はい、新潟も期待してます、そして柏ホームに岡山を迎えます、いやもうここはね、注目選手もう一人だけ挙げますよ、一人だけ、もう一人しかいないんですよ、ここは、おお、中村浩輔と言いたい、いやびっくりした、もう一人いるのかと思った、言いたいんです、えらいボケだなと思って、おお言いたいですが、いないもんね、いないです、代表行ってっから、そうですね、今日実際配信これをね配達している、本日、コロンビア戦ありますけど、はいはい、日本代表の方に帯同しちゃってるので、いません、そうだよね、となってくる控えからキーパーが上がってくることになりますが、そっちではなく注目選手は鎌田次郎ディフェンダーです、おおはいはいはい、前節先生はミルワカ
マンオブザマッチに選んだ、はい、決勝点も上げてたりしましたが、やっぱりね、もともと仙台いて帰ってきて、でただそこはあの今名古屋に行っちゃった中谷選手、うん、そしてあとオランダズボレに行った中山選手の後陣を排していたところはありますが、うん、今年からディフェンスリーダーとしてちゃんとキャプテンマークを巻きながら後ろにいたりするわけですよ。戻ってきたわけですね、そうなんです、うん、なので、まあ、キーパー今回、ね、初めて出場する形になりますよ、うん、桐畑選手が、はい、だからこそ今までのこの、ね、リーグ戦の流れ、連勝している流れがあるからこそ、うんうん、ディフェンスリーダーがきっちり締める、なるほど、うん、そこが一番重要になってくるんじゃないのかなと思っております。わかりました。岡山どうでしょう。岡山はですね、うん、やっぱり気をつけなきゃいけないのはあいつですよ、うん、あいつどいつ、もう上田晃太、まあ、前節もね見事なフリーキックを決めましたが、だからこそやっぱり途中のそのバイタルのエリアのところでファウルを与えてしまったら上田晃太のフリーキックからドン回ってるし、ちょっと遠目であったとしても上田晃太のフリーロングのフリーキックから結構遠かったもんね、これでもね、そうですね、うん、あのイオンジェとかのズドンとかも回ってたりするので、る、うん、上田晃太選手の左足に注目しなきゃいけないのと、左サイドからやっぱり中間選手からのミドルシュートが待ってるので、うん、もう遠方からでもね、注目しなきゃいけない。ただ中間選手に関しては今回小池龍太を打ち破らなければならないというミッションがあるので、サイドバック、そこは結構バチバチすると思うから、左ではなくもう柏としては岡山にファールを与えないこと、こっちが重要になってくる。そういうのマッチアップも盛り上がったらね、これでライブでも言ってましたけど、はい、マッチアップちょっと教えてほしいですみたいな方もいらっしゃいましたからね、はい、ちょっとあのデュエルだとか、あとはスローインからの戦術なんかもあったりするので、そこら辺もちょっとできるだけねお伝えできればなと思っております。わかりました、はい、そして17時からは愛媛ホームの長崎戦ということですね。いや次ね、オレンジ対決でございます ね、 ね、うん、こちらはですね、うんうん、もう注目選手ね決まってるんですよ、やっぱりどなた、尾長選手、尾長選手、長崎の、そうです、うん、もう去年これは途中交代でした ね驚きでしたけど、まあ、去年もちょこちょこあったかな、確かってぐらいではありましたが、今回はですね、うん、愛媛の右サイドバックの長沼洋一選手が、はい、アンダー22の代表合宿によって、ミャンマーの方に行かれているので、はいはい、いません。詳しいですね、さすが先生ね、うん、てか本当にねすげえなと思うのが、うん、まあまあ斉藤光輝選手は、うん、まあねもう代表でも常連ってところもあるので、うん、っていうのもありますけど、横浜の、はい、あの今回このやっぱ J2、J3 あるよっていう風になってるのに、うん、その斉藤光輝、うん、中村航輔、うん、長沼洋一ちゃんと出したわけじゃないですか、チームが。あ、そうだね、代表あるから行ってこいと、うんうん、しかもみんなスタメンとか、うん、主力じゃないですか、何もかかわらず出した各チームが、はい、素晴らしい、素晴らしいね。やっぱ J2 の魅力は代表があるときに若手が抜ける、ね、そうですね、うん、ありますからね、ってことで右サイドバックはじゃあ今回誰が務めるのかって話になるからこそ、まあ結局はずっと長沼選手務めてきたので今回初めての選手が入る形になるんですよ。ってなるとそこはもうバンバン行きたいのがもう尾長選手になりますよね。もうスプリント元祖スプリント番長ですもんね、昨年のね MVP、はい、なので愛媛としてはそのいわゆる長崎の左サイドをどう守るのか、はい、注目したりする、ね、そろそろ出るんじゃないかな、ユトリッチ。ユトリッチ出てないまだ。ね、まだ出てないので、ね、そろそろベンチでカフェでユトリッチ。ね、うん、なるほど。出るんじゃないかなと思っております。このままだったら国にモドリッチになっちゃいますからね。おっとモドリッチ。ね、本当ピッチで頑張りっちしないとね。言いたいだけ。金稼ぎっちしないと。ね、家族コマリッチになっちゃうからさあ行きましょうか ね、そこで頑張ってリッチにならないといけないから、素晴らしい、はい、ありがとうございますね、はい、日曜日行きましょう、次はですね日曜日の13時から鹿児島と町田でございますね。いやこれは両チームとももういい加減勝ちたいですね、うん、そうだね、そうですね、うん、鹿児島最初 4-3 で勝ったところから、はい、ちょっとなかなかちょっと停滞してるところもあったりすると、うんうん、前節は引き分けでしたね、はい、うん、で町田はね前節もう金沢に、うんうん、かなりやられた、やられました、1-6、はい、だったのでもう今節はもう立て直したい、そうだね、結構、ま、メンバーも変わるんでしょうかね、どうなんだろうね、ちょっとあるかもしれませんね、やっぱり前節の結果があるからこそ、まあ、テコ入れたところはあるのかもしれません、うん、で、注目になるのはやはりそういう時に点取りたいのがこの男、うんうん、はい、富樫啓真、おおね、やっぱそういう状況だからこそ期待は高いですよね、打開すべくはやっぱりね、うん、新戦力フォワードがここでちゃんと力を発揮できるかというところは町田にとってちょっとね、うん、大事なところになってくるんじゃないかと思います、うん、はい、そうなってきた時に、鹿児島も鹿児島で大事なのは、うん、じゃあやっぱり今年は今回この節は攻撃的にやってくるであろう町田を防ぎきれるかどうかというところで、うん、おそらくキーパーを務めるのが山岡選手、はい、彼のゴールキーピングに僕は注目したいなと思っております、はい、
そこのゴール前の攻防に注目、見どころですね。ということでございますね。はい、わ、はい、かりました。そして、14時から山形対琉球。山形対琉球ですか。これもまた、好調琉球、ね、で山形もでも好調ですからね、得点陣はちょっと ね、 ね、注目対注目といったところではありますね。山ですね、今節。そうですね、ここ大きいです。ここだから琉球一個のアウェーで乗り切ったら、はい、もうちょい伸ばすんじゃないですか、得点というか勝ち点というか。なるほど。とはいえちょっと琉球もね、手の内見せてきてますから。そうですね、ちょっと研究もされてるとこじゃないかなと。はい、あとですね、あの実際にこの収録しているこの今日、はい、中川和樹選手、横浜 F ・マリノスの練習についに参加ということで、参加しましたか。ということで、前回はまだほら琉球の中にいたじゃないですか。試合には出てないけど、あのセレモニーやったりとか、ね、そうなんですね、やってたわけでしょ。前節まだ移動してなかったのね。はい、なので中川和樹選手もう完全にいない状況になって初の試合になるわけですが、あのお別れ会とかも終えてね、横浜で新生活、部屋も借りて、割と広いねみたいな、ね、コンビニ近いねみたいな、あすごい船が見えるね、もう音するんだみたいな。いやでも元々あの関東学院大にいましたから、そうかそうか、知ってる知ってる。すいません、勝手な物語を。すいません、ね、なるほど。なんで、はい、今回ね注目したいのはですね、はい、お互いのチームのこのね2試合にか、あこの、2チームに関しては注目したいのは、はい、ディフェンダーのとある2選手に注目したいなと思っております。山形はね、栗山選手、栗山選手、そして、琉球は岡崎選手、岡崎選手、この二人ね止めてるんですよ。もう相手のフォワードをもう止めまくってる状況があるので、はあはあ、でお互い、この2チームね、もう琉球のもうオフェンス力ってのはもう確かなものがありますが、うんね、山形もね、だいぶやってきてるところがあるので、なるほど、オフェンスがなんで、お互いの、好調フォワード陣、好調攻撃陣をどれだけ止められるかのディフェンダーたちにかかってるんじゃないのかなと思っております。いいですね、止める側にちょっとフォーカスしてみるのもいいんじゃないかと、はい、そこら辺の ね守備戦術なんかも見せたいですからね、なるほど。おそらくこれやってる時にはもう、あのあれが出てますよね、おそらく三木選手の1分動画もおそらくもう出てるんじゃないかと思うので、三木海選手のね、はい、こちらもご覧ください、ご覧いただければと思います。はい、はい、そして同時刻です、千葉が京都を福割に迎えるこの一戦、いやもう何といっても注目したいのは選手というか監督でしょう。変わりましたね、この2チームに関しては、エイジリー、まあ、新監督というか、はい、またしても再登板というか、そうですね、やってきたエイジリー采配でどうなるのかというところと、まあ、京都もね中田監督、この人はどういう風に、じゃあ千葉がね今そのゴタゴタしてる中でどういう風な、ラツバンを振るって、はい、どんなスタメンをやってくるのかってところに注目したいですね。千葉がどう変えてくるか、それとも継続なのかってところですね。そうですね、もう全体的に、だからもしかしたらね、あの去年も急にあったんですけど、途中で、ね、あのキーパーも変えて大野チョルファン選手を投入してきたっていう千葉もありましたが、はい、だからね急にルーキー相澤ピーター・コアミがやってくるかもしれませんので、はいはい、注目だなと。これは一回ねさらになるわけですもんね、選手間の競争ももうゼロからっていう。そうですね、一新するから割と勝ちますよね、監督交代すると。そうです ね、 でそれも分かってるからこそ、ちょっと読めない状況だからこそ、京都は、一つね、ここでどう、そうですね、いくのかに注目したい。この前線も熱いですからね、メンバー揃ってますからね。いや本当そうですね、はい、注目しましょう。続いて同時刻は徳島対東京ヴェルディ、徳島ホームです。いや来た、はい、来た。なぜこの2チームが上位にいないのか、ああなるほど。だもうあの千葉もそうなんですけど、今年はあのいわゆる外国人監督のチームたちがちょっといわゆる上あの前半戦のところで勝ち点をちょっとなかなか取れてない状況にはありますと、でだからこそこれあのライブ、ライブの、この間ね行われたライブでも話したんですが、開幕に照準合わせることはもちろんなんですけど、開幕だけに照準合わせると後半戦に失速するんですよ。なので徳島もヴェルディも、まあね、この2月から始まるとかも含めてやっぱ監督たちにとってはねなかなかないことですから、今までの監督経験の中でも、そこからも含めてもそうですし、やっぱり最後の42節分トータルで考えてるところがあるので、最初ね、いろんなことを、まあ、実験しながらやってますけど、だんだんその先ほどねお話しした大宮のようにちょっとそろそろエンジンかかってくるんじゃないのかなと思ってますのでね、チーム全体に注目していきたいなというシーズンの戦いですから ね、 ね、そうなんです。その辺の追い上げもぐんぐんね、端々と狙ってるとこありますから、そうですね。あと何よりも注目しなきゃいけないのは、あの林良平選手のゴールパフォーマンス、
ね、得点したら次は何をやるのか、敬礼パフォーマンス出てましたね。あれあのミランの選手でしたね。あ、そうそう、見ました見ました。すいません、今パッと選手名出てこないんですけど、うん、次はだからどこでやってくるのか見てんだね、海外サッカーね。そうですね、セリエ系の選手をよくやる傾向があるので、なるほど、次は一体誰をやるのか注目ですね、うん、注目ですね、うん、見事でしたもんね、あのダイビングヘッドね、素晴らしいですね、綺麗だった。はい、続きましては16時からになります。こちら山口対栃木、山口、ね、いやー来ましたね、前節は3点取った栃木、初勝利をね、初得点プラス初勝利ということでしたけれども、なん、うん、山口なんですね、次はね、またやりますよこの2チーム、うん、どんどんとした、うん、ボコボコのオフェンスバトルを、うん、打ち合いになってくるわけですか、繰り広げる可能性はあるのかなと。ロロロロ、はい、でもまあまあね、あの枠内飛ぶかどうかまだ分かんないんであれですけど、うんうん、少なくともシュートは結構打ち合う形になるんじゃないのかなとは思っております、はい、でなので、うん、両チームとも、うん、パサーも大事なのと、うん、途中から投入されるであろう選手たちにも注目しなきゃいけないのかなと思っております。はは、はい、山口が高江一馬選手かな、うんうん、例えばで栃木はもう大島選手、うん、今日ね前節そうです、途中から投入されてフォーメーションも変えたりする形もあるかと思うので、うん、そうなってくると、ね、相手のディフェンダーをこうマークをずらすことも可能ですから、いい、その、立ち上がりバタバタとしてる中、ね、だいたい後半のだいたい72分ぐらいのところでなんか得点決まる香りがするんじゃないのかなと。じゃあ両監督がどう動いてくるのかみたいなことも一つね、はい、注目してほしいなと思っております。下田ちゃん田坂ちゃんのね、はい、バトルにも注目していただきたいなということが、以上ね、山口と事業を終えまして、これ J2 でございました。 J2 でございました。ということで、じゃあ引き続き行っちゃいますこれね、先生ね、行っちゃいましょう。はい、そして、まあ、同じく3月23日24日に行われます J3 の第3節に行ってみたいと思いますね。第3節行きましょう。はい、こちらでございます。ドン、こちらのようなカードになっておりますけど、まずは長野対セレッソ大阪 U23。 はい、うん、まずはですね、セレッソ大阪 U23 の正ゴールキーパー茂木選手が、はい、またしてもやっぱり、アンダーの代表に呼ばれて、うわ、そっか、行っちゃうところがあるので、ここが抜けていくでしょう。まあしょうがないですね。ただですね、うん、これアンダー23って書いてあるんですが、僕にはね、うん、2と3っていう数字あまり見えなくてですね、どう、アンダー17に見えるんですよね。はあ、半分ぐらい、あの現行に新高3でやってるんですよ、うん、今そうなんだ。そうなんですよ、うん、だから何回も言っちゃうんですけど、僕が注目してるのは、はい、右サイドバックの吉成選手、うん、そう、新高3になる選手なんですけど、はいはいはい、もう今2試合連続で得点に関与してるところもあるので、はい、このアウェー長野相手にどれだけのパフォーマンスできるかに僕は注目したい。あの髪赤く染めてる選手は誰ですか。あの、髪赤く染めてる選手は、うんうん、ええ、山根選手ですね。そうか、山根選手とか山田選手はだいぶね、今得点に絡んでる傾向が高いので、うんうん、まあ、彼らの得点にも注目したいところではあるし、あそこの難しい球をね、糸も簡単に決めるあたりがやっぱ J3 の中にあって、やっぱこうアンダーチームのその技術の高さ、技術力本当に高いですからね、感じますよね、うん、あとはだからもうある意味 J3 初出場になるそのキーパー、おそらく折口選手が務めることになると思うんですが、もう頑張れと。お若いんでしょう。そうですね、ただもしくは今回の試合に限って、うん、J1 ないので、はあ、丹野選手が J1 からなるほどなるほどっていうパターンもあるかもしれませんね。なるほど、はい、それもどうなりますか、長野いうスタジアムで。そうですね、ここはもうちょっと試合にならない限りわからないし、うん、読めないのチーム事情だからこれはね、うん、どうしようもないです。強化としてどういう、ね、方針で臨んでるかもあれですから、はい、はい、そのようなお話になりますが、同時刻 FC 東京 U23 対藤枝でございます。はい、西岡、もう注目はね、あの、うん、デカ盛り氏、はい、得点どれだけできるかっていうのと、はい、あともう一つ、うん、FC 東京に関しては、うん、誰が出るのか、うん、全体的に誰が出るのか、本当だよね、これはまあ A 代表にもアンダー代表にもいっぱい行くわけでしょ。あのですね、人数がやばいかもみたいなこと先生言ってましたね。あのざっくり言えばなんですが、はあ、前節岩手戦での FC 東京 U23 の正ゴールキーパーが畑野剛選手、はいはい、うん、そして控えが野沢大志ブランドン選手なんですが、はい、それぞれ U22、U18 に呼ばれてるので2人ともいません。あらまあらまあらま、なんで、いわゆるプロ登録と2種登録以上の、はい、で言うとキーパーって4人しかいないんですよ、で残ってるのってあと2人で、あの林選手と児玉選手っていう、あのマジオーバー30以上の2人しか残ってないので、はい、ともすればこの2人が U23 にやってくる可能性もあるかもしれません。オーバーエイジ2人キーパーっていうね、
はい、かもしれません。 ありえるかもしれません。カーンもものすごい若い子、そうですね、あの大本選手っていうキーパーいるので、うん、彼を控えに置いといて例えば児玉選手をメインで出すとかっていうのもありえるかなと。デカ盛り師とエアバトルを繰り広げるのは誰かっていうことですね。そうなんです。そしてね、それだけじゃなくて、はいはい、他にもフィールドプレイヤーだと、右サイドバックの中村拓海選手、はい、そしてセントラルミッドフィールダーの平川選手、はい、センターフォワードの原選手と、3人いません。3人いませんね。はい、はい、やばいです。やばい。これで試合はできるんですよね。試合はね、どうにかできると思いますが、はい、かなりだから若手になる可能性があるってこと。かなり若手かオーバーエイジ3人ギリギリで使ってくる可能性も、まあそれはしないと無理かもしれないね。そうですね。しかもアウェーにこう帯同させるわけでもないから、その移動費とかも使わないので、あ、これでもホームでよかったね。これ多少考慮されてんのかな、ね、日程分的にね。かもしれませんね。なるほど。ちょっといろんな意味でこれ見どころだし面白いですしね。そうですね。なのでちょっと藤枝としては本当誰が出てくるのかわからないから、ちょっとやっぱ辛い部分あるかもしれませんけど、ちょっと頑張ってほしいかなと。そうですね。まあ J3 の一つの見どころだと思ってね、はい、そこは注目しましょう。そしてこれ13時になりますが、八戸対 YS 横浜でございます。はい、うん、八戸前節、前々節の開幕節でまずはね、はい、J 初の勝ち点をゲット。そうでしたね。そして前節の長野戦では初、うん、勝利ということ で、はい、ですよね、まだ、はいはい、2節終わって無敗でございます。無敗なんですよね。あれ、これホーム開幕になるのかな、かな、そうなる、うそうですね、多分かもしれないですね。っけ、はい、ってことで迎え撃つは YS、うんうん、横浜となります。ります、ね、でそんな中で見どころとしては、うん、ようちゃんですよ。あね、上方選手、上方のようちゃんですよ。はい、楽しみですよ。やっぱりね、阿部2連戦やってきて、うんうんうん、さあホーム、そうだね、ここはもう勝利したいでしょう。いやいやいや、という状況ですから、点も取ってきてますし、もう歓迎を受けてるわけでしょ、新加入で入ってきて。そうですね。これでも八戸 J 初参戦の試合だから、はい、まあ盛り上がるんじゃないの。盛り上がるでしょう。今、うん、一体まず何人集まるのかっていう。あ、そうですね、おそらく3000人以上来ると思うんですけど、うん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 、そこのね、集客数に関してもちょっと注目したいカードになるかなと思っております。はいはいはい、これはちょっと注目ですね。そして第4節はね、群馬ですからね、ちなみにね。そうだね、はい、はい、注目しましょう。はい、さあ続きまして、同じ同時刻、岩手対秋田です。あら、東北ダービーってことですね。東北ダービーやってきました。来ましたね。いや、来ましたね、うん、やっぱり岩手ね、前節あの東京に勝ってますから、はい、東京に勝ってます、はい、うん、ちょっとね調子上がりつつっていうところでもあると思うん で、はい、で注目したいのはやっぱりオフェンス陣ですね。この両チームとも、はい、フィジカルだとかスピードに引いてたような選手の多い岩手、まあ、菊池選手、はい、藪内選手、うん、そして平川選手あたりの岩田、うん、そしてもう若手組ですね、はい、坪井、うん、堀、うん、和田、はい、いっぱいいますよ、藤沼、うんうん、で秋田っていうそこのオフェンス陣の、そうですね、はい、に注目したいところではありますが、うんうんうん、秋田としては1個問題は小谷選手が前節レッドカードあでしたね。なのでサスペンションでこの試合は出れません、うん、古巣岩田相手には出れません、うん、まあ、本当に何ていうんですか、レジスターというのかね、そうですね、コントロールタワーみたいなとこありましたからね、ホームラン、はい、で彼がいない状況で秋田はどういう手を打ってくるのかに僕も注目したいところではあったりします。はい、東北ダービーどっちに軍配が上がるんでしょうかということでございますね。はい、はい、そして続きましては福島対沼津ですね。はい、うん、ということでね、前節はもう福島、竹早選手とか池田選手がかなり良かった状況になります。いい、ね、富山に3点取ってる、そうなんです、うん、運動量で制したい福島というところでもありますが、はい、うん、やはりそこに立ち向かうは堅守沼津。沼津来てるね、沼津なんですよね。まだ1失点しかしてないんだね。2失点ですね。セレッソ戦で2失点してる状況で、うん、で、沼津としては今回だからあれなんですよね、うん、あの技術系の今までセレッソガンバと連続でやってきたところですから、はい、ちょっと違うタイプの福島とやっと当たるといったところで、なるほど、はい、うん、アンダー組じゃないところとの初試合となっております。またサッカーが違うんですもんね。そうなんですね、うん、ある種 J3 のサッカーというのか。そうなんですよ、はい、そこにちょっと注目したいところではありますが、はい、僕ねちょっと沼津に注目してる選手がいまして、渡辺亮選手、初戦は途中投入になりましたが、2節ではスタメン起用されまして、うんうん、一番注目点としては亮、うん、ってひらがななんですよ。いや
ありましたね。そうそうそう。で、りょうさん。そうなんです、うん。で、最初はもしかしたら控えからかなって思ったんですけど、うん、ベンチ外かなと思ってたんですけど、はい、もうあのプロの水に早くもフィットしてきて、すでにその沼津の攻撃を、まあ、牽引している状態にもなりますので、はい、ここまではセレッソ頑張ってやってきましたけど、この福島相手にどれぐらいのパフォーマンスを見せるかに僕は注目したいなと思っております。ありました。今年の沼津の青がポップになってますからね。なってますね。可愛らしい、あれいいですね。ね、いいですよね。すごいだの。やっぱラブライブサンシャインをちょっと、ね、生かしてるのかなと。そうなんですか。わかんない。やっぱりこうそういうね、あのポップなお客さんもね、あのいますからね。ありがとうございますね。はい、はい、続きまして同時刻、相模原がホームに鳥取を迎えますと。いやもう見どころオブ見どころの試合ですよね。そうですね。もう立てたい矛みたいなことですよね。やっぱりね。いやそうですよね。そうですよ。でただね、うん、ただこれは話さねばならない。な、何でしょう。鳥取なんですけど、はい、前節です ね、そうですね、残念なことが起こっちゃいまして、前節、はい、うん、鳥取は今年そのレオナルド選手が抜けたから、うん、はい、ユリ選手、はい、が代わりに取ってきて、うん、どれぐらい活かせるかが鍵になるよと戦力戦術おっしゃってました。話したおっしゃってた。で開幕節、うんうん、YS 戦では出なかった。出なかった。北九州戦で、うん、はい、なんとデビュー。出ましたね後半。ただ、うん、怪我しまして。怪我しちゃったんだっけ。あの5分で帰って、5分で下がりました。ゆりちゃま、あ、そうそうなんですよ。うん、なんでちょっと大丈夫かと思ってる部分がありますが、それをね補って余りある、余りある、まずはビトール・ガブリエル、うん、あ、ビートル・ガブリエ ル, リエル、はい、で、あとですね、うん、ちょっとすごすぎるのがですね、左に、もともと左のサイドバックあたりに福村選手が入って大谷選手とポジションを争うんじゃないかと思っていたんですが、左サイドバック大谷、うんうん、左サイドハーフ福村となり、うんうんうん、僕が今年キーマンじゃないかとお伝えしていた魚里選手が、うん、コンバートしまして、うん、ボランチに移ったんです。もうサイドアタッカーかサイドバックかみたいな感じでしたか。でしたからね。多分ね。なのでか、はい、おかげさまでですね、うん、左から大谷、福村、うん、魚里という3人からの供給源ができたんですね。ほうほうほう。右の守備で粘って左からどんどん攻撃、左肩上がり、そうです、うん、でそれだからよくね、あのビートル・ガブリエル選手ね、左から右に走っていく姿が多いんですよ、うんうんうん、それで背中である意味ボールを受ける形でシュートに向かっていくケースが多いので、そこの地上戦になるから相模原、ハイタワー相模原としては地上戦を制さなければならない、うん、なるほど、ね、ゴール前の巨人たちがね、そう、あの外人さんもでかいもんね。そうなんですね、ミルトン選手とかね、ミルトン選手の方が梅井選手よりもでかく見えるもんね。そうなんですよ、ね、そうなんだよ。ただね、うん、そうやって守備のことばっか話してもしょうがなくて、ね、やっぱ攻撃の話しなきゃいけない。そうやね、相模原、うん、新加入選手のお知らせをここで発表いたします。どういうこと。うん、元北京オリンピック代表候補、水野選手、うん、相模原加入です。あ、本当ですか。もうリリース出ました。あらまー、あれどこで千葉甲府、あれそで元々鳥栖にいたんですよ、うん、この間まで。あ、そっかそっか。で加入が決まりました。セルティックでも経験ありますもんね。そう、元海外組来ちゃいました。はあ、来ましたか。去年は川口といたけど、まあ、今年は稲本がいて、うん、素晴らしい。前節出ましたもんね、稲本選手も ね富澤がいて、あ、水野来た。なるほど、来ちゃいました。こりゃすごい。なるほどですね。相模原ってやっぱこうなんていうんですかね、こう飽きさせないキャスティングを ね常にこう協力していただけるチームですからね。はい、といった感じですね。やっぱり梅井さん注目ですよね。注目ですね。やっぱり一番好きです。早くやりたいです、ね、あれをね、はい、はい、というわけでございます、はい、さあそして熊本対讃岐 J2 ですかね、これは。あ、本当だね、 J2 に見えますね、ついにもう第3節でぶち当たりますね。ここは負けられないでしょお互いね。熊本 VS 讃岐ということで、うん、はい、注目しなきゃいけないのはでも2人ですよ。2人、熊本の原選手、讃岐、はい、の池谷選手、うんうん、去年はお互い逆でした。おお、そうか。古巣に対してどれだけの攻撃ができるのか注目したいですね。まあ、あとはあのやっぱりね、ここで勝ち点は落としたくないですよね、うん、J3 やっぱりもともと J2 だからってところはあるから、うん、J3 相手に、勝ち点落としたくないのは当然だと思いますが、うん、それよりもやっぱり一緒に落ちてきたとか、はい、一緒に J3 に来たような組だからこそ、はい、ここは負けらんねえよと。いや、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、はい、うん、今服結んじゃいましたよ。
そう、ね、負けらんねえよと。ギュッとね。気持ちになっちゃってお互いね。なっちゃいました、ね。そりゃそうだよね。これなんか複雑な思いがあると思うんですよ。いろいろね。占いますね、ここがね。本当占いと思いますね。はい。ちょっと注目ですね。はい。はい。ということでございまして、続いては富山対群馬。来たよ。群馬は前節爆発というかね、そうですね、覚醒のちょっと匂いしました相模原戦でございましたけれども、はい、でもここはね、もうだからこそもうフォワード対決でしょう、はい、田中 VS 青木、うんうんうん、じゃないかな、なるほど、ありますね、前節はね福島相手に今 1-3 で負けてしまって、はい、開幕節は相模原相手にスコアレスドローと、うん、はい、まあ、勝ち点はまだ2試合で1となっておりますが、うん、ただだんだんねやっぱりあの今年はあの攻撃陣に、はい、移籍加入者がかなり多いところがあって、今は連携高めてる時期なところがすごく見受けられます、はい、でこれ J1 とか J2 でも話したりしてますけど、やっぱりねあの開幕に照準合わせるっていうよりかは開幕後にね、うん、ちゃんと照準合わせてゴールデンウィークとか夏でちゃんと勝ち点を取りこぼさないことが重要になってきますので、はいはい、で考えるとそこまでに攻撃陣の連携が合ってくれればいい話なので、うん、得点がね前回できたのは一ついい、プラスの材料なんじゃないかなと思っております。あの白石選手がまだねこうててスタメンとかで、ね、出てくるわけではないので、ね、荒い白石コンビ、ね、注目したいところでございます、うん、ね、はい、そして群馬の方の注目としては僕は吉田選手、ゴールキーパーの、はい、上げたいなと思います。スタメン勝ち取りました大卒ルーキーね。そうですね、もともとね、まあ、法政でもしっかりやってたところはあったりしますけど、プロの水にしっか、まあ、かなり合ってるところがあるので、あと反応速度がいいんですよね、だからこうスラッシャータイプの多い富山ですから、はい、まあ、荒井選手ですとか、白井選手なんかもそうですし、田中選手なんかもね、なんかスルスルと抜けてきてポンってこうシュート放ったりすることも多いからこそ、はい、そうね、ボールの動き、うん、選手のその細かな動きがに対して、チェックできるような吉田選手のその目の動きに特にね、注目してみていただければいいんじゃないかなと思っております。自信をつけてね、この先つなげるのどっちなのかってことですけどね。はい、はい、そして今日最後のご紹介カードでございます。ガンバ大阪 U23 が、はい、パナソニックスタジアムスイッターに北九州を迎えますということですね。そうなんですよ、うん、でまずガンバですね、はい、ガンバ大阪の U23 としては今のところなんと2連分けと、はい、うん、2連分けそうですね、うん、2連分けといえば、川崎フロンターレなんかも同じようにね、はいはい、分け分けと来てたりしますが、すね、北九州相手にまずどうなるかというところではあります、はいはいはい、で、ガンバはですね一つ問題なのかというか、これライブ配信でもライブでもねちょっとお話させてもらった、ちょっとお見せしたところにはなるんですけど、はいはい、うん、元々は正ゴールキーパー候補の谷選手、うん、いわゆる U20 のいわゆる次今年行われるワールドカップ5月にあるんですけど、そこでも選ばれる可能性がある選手になるんですが、彼が実は怪我で復帰が5月なんですよ。あ、そう。ほう。そうだから代表どうなるかも分からないところにはなるんですが、だからその間は守っていかなきゃいけないわけですね、ガンバとしては。そうね、今林選手がねやってくれてるところがありますが、ガンバ今年守備がかなりいいんじゃないかなと思っております。シュートはちょっと打たせる傾向にはあるんですが、がっていうところで、あえて打たせてるところも今のところあるよねっていうふうに見えていて、前節なんかもキーパー田尻選手 でセンターバックが野田選手とあと青山選手が務めていたところになるんですけど、彼らがねあの体張って守るところはあるけど、やっぱサイズがでかいので皆さんちょっとゴールがね狭いんですよ。だからもう相手としてはそう、もうああいったほんとギリギリの隙間を狙うしかないんですが、やっぱそこまでねボールコントロールできないところがあるので、もうこちらもだからある意味ではハイタワー、なるほど、テクニックのあるハイタワー、うん、はい、なるほど、になってるわけですね、うん、対する北九州ですけど好調ですね今シーズンね。好調ですね、2連勝で3節制というと、ね、しかも 2-0-2-0 で来てまして、本当だ、 FC 東京と鳥取は 2-0 で破ってきてる。そうなんですよ、うん、2-0-2-0 で来てるチームになるんですが、はい、ですね、本当にねすごいなと思ってるのが、開幕戦、開幕戦、はい、ディサロ選手決めましたよね、決めましたよね、でこの第2節ではですね、はい、ディフェンダーの新井選手が決めたんです、うんうんうん、共にルーキー、そうだね、そして2試合ともに、
アシストしているのがですね、2試合ともにアシストしているのが荒垣選手、はい、彼もルーキー、うーん、躍動してますね今年は。そうなんです、うん、で今年は小林監督のもと新しく新体制になって、これ戦力ね、戦力戦術シリーズでも話したんですが、はい、今年は別に昇格を目指しているわけではなく、うん、若手含めた上でチームを再構築を目指しているといった状況にはなるんですが、ルーキーたちが想像以上に大躍動しておりまして、うん、来たね来たねっていう状況で、やっとこう新スタ建設以来のなんか勢いがバッと来た感じで、ね、そうなんですよ、うん、そして、前節ではあとは国部、大分からやってきた国部選手が、はい、開幕節では、得点決めたのと、うん、あとですね、横浜からやってきた町野選手が、はい、前節にはスタメン、うん、そして生駒選手も控えに名を連ね、うん、途中投入では、高卒2年目の佐藤壮太選手も出てきたりだと、大卒ルーキーに加えて高卒2年目組もだいぶ試合に絡んでる状況ですから、育成と勝ち点、うん、両方ともやれてるチームになったりします。素晴らしいね、でちゃんと池本さんとかもいい仕事しますしね、池本選手も2試合連続アシストとかな、ね、なるんですよね、うん、こりゃすごいチームですよ今。なんかうまくいってるね、うまくいってますね、うん、だこっちは本当に開幕に実際照準が合っちゃったチームになるんでしょうから、あ、なるほど、はい、あとはもう若手たちが成長していくと相手のチームをスカウティングが難しくなってくるんですよね、そこに成長に、彼らの全体的な成長にも注目したいなと思っております。わかりましたね。というわけで J2、J3 のプレビューをね、お送りしてきましたね。約40分になりましたけども。そうですね。まあ、あの代表期間中も J2、J3 も日本のサッカーも面白いよ、J リーグだよっていうね。そうですね。もう本当にもう皆さん、お食事しながら、移動、はい、仕事、学校のために移動しながら、はい、歯を磨きながら、はい、聞いていただければと。このミルクサッカーアカデミーをね、はい、お楽しみいただければ。聞くことで、うん、目が良くなるアカデミーと。あ、そうですね。はい、目が良くなるっていうのは目を休めれるってことですからね。いや、あとあれです、あの目が肥えてくるっていう意味もあ、そういうことですね、はい、素敵なこと言いますね先生、ありがとう、ね、我々褒め合いながらやっておりますので ね、よろしくお願いいたします。リスナーの皆さんもいつもありがとうございます、ありがとうございます。というわけでミルクサッカーアカデミーはですね、毎週、レビュープレビュー、そして、まあ、戦力分析なんかまとめた動画もございますし、はい、図解、戦術動画、動画も運動がいきますし、いろいろやってまいりますので毎朝配達しております。たまに雑談もさせてね。そうですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでね、広めてください。この動画自体も皆さん、いいねボタンでありますとかシェアでありますとか広めていただけると、いろんなね、皆さんこうお話ができるんじゃないかなと。スポンサーも募集しております。よろしくお願いいたしますね。はい、はい、ということでミルクサッカーアカデミーの山でした。ノーミルク佐藤でした。 J2J3 のプレビューをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみましょう週末を。